ハイスクールフリート艦隊バトルでピンチ。横須賀女子海洋学校紅葉館晴れ風の給養員です。高橋知佳よ、横須賀女子海洋学校1年紅葉館天津風の館長をやっているわ。ブルマーと兼業ですかね。地方の調整はバッチリだよ。ガツンと打っちゃって。落語家もいいですね。ああ、でもそうなるとブルマーと兼業ですかね。内田真由美、横須賀女子海洋学校1年紅葉館晴れ風の未期限公開管制員です。ヌサコウコです。横須賀女子海洋学校1年紅葉館晴れ風の記録員をやってます。長澤君江、横須賀女子海洋学校1年紅葉館時津風の副長です。イラコみかんです。横須賀女子海洋学校紅葉館晴れ風の給養員です。私、横須賀女子海洋学校1年生入崎芽衣です。晴れ風の水雷鳥をやってます。ソフトボールは得意。砲撃と似てる。突撃。出撃するよ。出撃しますよ。出撃じゃー。出撃だー。攻撃じゃー。気を取り直して。まだ知らんぞ。落ち着いて対処して。目標エリアの占拠開始。戦闘終了。ソフトボールは得意。急な招集ですけど、一体どうしたんでしょうか。全校生徒を集めるくらいだ。些細なことではないだろう。うん、静かに。校長から今後のカリキュラムについてお話があるので傾聴するように。おはようございます。先般のいわゆるラット事件については生徒の皆さんもよくご存知だと思います。皆さんのおかげで最悪の結果を免れることはできましたが、いつまたあのような不測の事態が起こるかもしれません。またやだよ、もう。そのような事態に備えるために、本来は2年次以降に行う予定の艦隊戦演習を一部前倒しして短期集中のカリキュラムを実施します。艦隊戦演習、チーム戦ってこと？ええ、おそらく。詳細については古庄教官から説明があります。では皆さん、くれぐれも怪我のないように注意し、有意義な演習にしてください。艦隊戦か、燃えてきた。うい、うん、みんなで頑張ろう。演習の進め方を説明します。給糧艦、工作艦、飛行船支援艦を除く我が校のすべての教育艦を8つのチームに分け、総当たりで戦ってもらいます。各チームの編成は抽選で、かつなるべく戦力が均等になるよう配分しました。私たちのクラスは時津風、天津風、武蔵と同じチームですね。モカちゃんと同じチームだ。ミケちゃん、よろしくね。うん、こちらこそ。さすがのくじ運ですね、艦長。模擬戦の勝敗判定ですが、通常の基準では大型直橋艦が有利になりすぎるので、紅葉艦と大型直橋艦の交戦にあっては紅葉艦有利の補正をかけます。どういうこと？紅葉艦は大型艦に対して有利、巡洋艦に対して不利。巡洋艦は紅葉艦には有利、大型艦には不利。大型艦は巡洋艦に有利、紅葉艦に不利ということになります。3組というやつですね。今回の演習では艦隊の連携が重要になります。それを意識して取り組んでください。では演習開始。連携か。そう、連携よ。だからせいぜい足を引っ張らないように気をつけてね。あなたは？天津風艦長、高橋知佳よ。晴れ風はラット事件でたまたま活躍したみたいだけど、実力では私たちは負けないわ。ああ、同じチームの。私は晴れ風艦長の三崎明乃。よろしくね。なんか拍子抜けするわね。この演習って勝たなきゃダメなんでしょうか？時津風艦長の榊原紬です。よろしくお願いします。うん、よろしくね。勝たなきゃダメなのかってどういうことよ？あくまで演習だし、無理して勝ちに行かなくても平穏に事が済めばいいんじゃないかなって。ダメよ、そんなの。やるからには優勝しないとダメ。絶対。とにかくみんなでベストを尽くそうよ。勝たなきゃ意味ないわ。あんまり目立つことはしたくないな。平穏が乱される。大丈夫なのかこのチームは。来てくれてありがとう。私、速い球投げられる。ソフトボールもっとやりたい。こんにちは。ミッション達成ね。やるじゃない。私、速い球。その頃はまだ練習不足でお恥ずかしい限りです。私、速い球投げられる。